清水渡るは、三重県熊野市出身の政治活動家。生息英語学校英文化卒業後、橋本金五郎の大日本青年党に加わり、上海交響楽団の運営にも関与していたと自称。敗戦数年後より、右翼活動を本格化し、1948年4月26日、大日本独立青年党を結党。同年中に、内山正信率いる、 新生日本建設協議会に加わり、ついで1949年10月3日、祖国防衛自衛団を結成した。また、全日本愛国者団体協議会も立ち上げ、孫文の五民主義を掲げて、途頭にナチスのものを模した制服を着せ、主要駅等でアジ演説を打つなどしていたが、この段階で勢力は弱小だった。1951年2月8日に、 大村秀則、高原牧水が催した全国愛国者団体懇親会に、福田祖、県、赤尾里市、津久井達尾ら有力者の末席に名を連ね、活動を本格化したものの、1952年2月25日に、清水が改造拳銃所持、使用の銃刀法違反で、懲役8ヶ月の実刑判決を受け、 さらに1957年5月1日には、大日本独立青年党主催の会合に警察が、突入、参加者の石井和正ら7名が、銃刀法違反等で摘発される騒ぎを起こし、再度窮地に立たされた。安保闘争が激化した1960年には、騎士内閣の意を受けた、小玉吉尾や川島正二郎からの、反響活動資金供与を受け、各地のグ愚連隊を組織化して、 交渉党員1000名にまで増大。主婦と生活者労働葬議、新島ミサイル死者上反対闘争、日本社会党、大会への介入などをこととした。暴力活動の傍ら、有田正則、小田俊与え、深作聖次郎、南俊夫、杉本和夫、岸本力夫、福田進む、大阪の参院単月、別条、伊一ウ右派常連候補を急合した。 議会主義政治用語国民同盟を結成し、革新勢力に対する原票工作のため、国政選挙などへの大量立候補に着手。暴力スト粉砕、日教組解体、邪教創化学会殲滅などの主張を叫んでは、立ち会演説会の妨害などを刊行したが、公家の一族と、おぼしき通称で党員を擁立したことで、身内の右翼からも批判を浴びた。加えて、同様に、 反響活動資金供与を受けていた、肥後ールの偽証紙事件などで、右派放末候補への反対世論が強まると、次第に勢力を落とした。1966年頃からの約2年間、活動拠点を本籍地の熊野市に移し、無投票当選が決まりかけた熊野市長選挙に駆け込み、立候補、2割近い得票を得るなど、一定の存在感を示したこともある。 その後東京に戻り、1969年には、独自の明治100年大祭を、右翼、民族俳優誌で挙行するなどした。ありがとうございます。